こんにちは、コチフカバです。今日はね、気合が入ってます。リフテンのお仕事をやれるだけ全部やりたい。だいたいこのね、その他っていうところに入ってると思うんだ。で、私が今やれるだけやりたいって言ったけど、まあやれることも限られてるんだけどさ、とりあえず愛の書でしょ。あとはね、スビディの居場所も突き止めたいけど、まあこの蜂蜜酒、この件と、あとは、月のアミュレット、あとはタリエンジエさんのところにね、アメジストの上質を持っていくっていうの、あとはね、そんくらいしかできないの。私気合い入れてたんだけど、まあそんなもんか。とりあえずやれるところからやっていこうかね。まあちょっとさ、盗賊ギルドの件もやらないといけないんだけど、せっかくね、手元に不快のピックがあるということなのでなんか結局私もさ、メルセルさんと同じ思考回路なのかもしれないけど、まあ、持ってるんだったら使わせてもらおうかなっていう気持ちがでかいです。あとね、まあ、カーリアさんの言いなりになってる感がすごいから、ちょっとそれも嫌だっていうところもあるね。よし、じゃあマデシさんのところにまずはアメジストの上質を持っていこう。で、多分さ、これ持ってったらさ、マデシさんが何さんだったっけ、このあの女の人、キーラバさん、この人にさ、プロポーズするんじゃなかったっか、違ったっけ。そうそうそう、見れるかな、結婚してって言うんでしょ。なんかそれがアルゴニアのしきたりだみたいなことを言ってた気がする。やほー、キーラバにあんなことをした後ここに戻ってくるとはいい度胸。いや、そうだから、それは申し訳ないんだけど、アメジスト持ってきたよ。どうする、なんて俺を言っていいのか今の時代にこんな自己犠牲の精神を持ってたらいくらぐらいになったんだろうね。でも全然いい、使わないから。俺にこれを受け取ってほしい、いや俺はいいからさ。それと二人とも本当に感謝して。二人ともって何、キーラバさんとあなたってこと。変性の水薬、そういうのいらないからさ。あ、なんかリフテンの市長と話すって出てきたね。どうすんの、そしてどうすんの。入ってる、あれ、なんか結婚するんじゃないの、申し込むじゃなかったっけ。あ、言わないの、楽しみにしてたんだけど。結婚すんの、またあんたなの。でも二人からお礼を言おうって言われたから、もうそういうことなのかもね。ベッドは別々みたいだけど。そうだ、町に何か変わったことはって聞くと、ムジャルさんの話をされちゃうんだよね、きっと。それを使ったら、ありがとう。ムジャルさんの話もさ、やってあげたい。まあでもそれはちょっと後に置いといて。よし、あ、そうだった、今チラッと見えた馬の話もあったんだった、私。あー、雪降ってる今日は。そっか。よし、では次は何しに行こうとしたっけ。あ、ボリーさんの件もあったんだよな。どうなんだろうね。ブリニョルフさんとお話ししてからボリーさんのとこ行こうと思ってたから、ちょっとそれを一瞬今悩んでるけど、あとね、ここ、蜂蜜酒だよ。なくなってるらしいじゃん。よほどの訳があるのでしょうね。いたね。ちょっとお邪魔してます。あのさ、この前頼まれた、これね、蜂蜜酒をウィルヘルムへ届けると、蜂蜜酒をインダルインへ与える。これさ、悩んだんだけど、私の気持ち的には、インダルインさんに渡したい。ここらで醸造所の監督をしているんだ、だってさ、まあ確かにどんなさ扱いを受けてるかは知らないよ、下の働いてる人たちが。だけどさ、また一つ台無しになった彼を見つけたぞインダルインさんもさ、お仕事だからね、別に私腹を肥やしてるような感じにも見えないんだよね。メイビーさんと間に挟まれて、どうやらそうみたいだ。もしもう一度やってみろ。あ、こんなところで怒らないであげてほしい気持ちはするけど、インダルインさん、実に忙しくてね、なんかね、多分だけど、インダルインさんのこと好きじゃない人ってちょっと多そうな気はしてるんだよね。まあ、物言いがあまりね、気持ちよくはないから。でもね、私はね、結構嫌いじゃなくて、仕事してるし、ちゃんと。だから、この人に言う。知ってるか、ロムリンは蜂蜜酒醸造所から酒をくすねてる、なくなってるって言ってたでしょ。多分ね、ロムリンさんのせい。なんと、疑ってはいたんだが。あ、そうなの。あのコソ泥の尻尾をつかめずにいたんだ。そうだよね、まあね、泥棒だからね。この樽を配達するよう頼まれた。あの野郎、今朝これと同じ樽を渡して貯蔵室に入れとくように言ったばかりなんだ。そうなんだ。こんなことしやがって、メイビンに知れたら。あ、メイビンさんね、呼び捨てしてる。コソ泥を教えてくれたことへのちょっとばかしのお礼だ。受け取ってくれ。どうするんだろうね。
がネット消費ルビッチ。おい、いっぱいもらった。ラオリンさんいたいた。どうだった？怒られた？あ、もう別に何もないんだ。よかったね。イナルインさんがさ、ビービーに知れたら牢屋にぶち込まれるぞって言ってたけど、多分言ってないんだろうね。優しい。報告してないんだ。あんなさ、スキーバーのクソだらけにされたってさ、ベッドをね、言ってたのにね。やっぱ優しいんだよ。よし、じゃあこれで2つ終わったね。では、あ、そうだね。このルイス・レッドラッシュの申し出を聞く。うん。なんか言ってたね、そういえばこれもね。やってあげるかな。やってあげたいけどね。あなたに噂を街中に広める権利はないでしょう。ん？どんな噂？何の話か心当たりがあるでしょう。何？あなたは私がお金目当てでボリーと結婚したと言ってる。あ、本当は愛してなどいないと。どうなの？思い当たる節があるのなら。どうしたの？あ、なんか喧嘩してたね。うん、噂を流してるのはあなたでしょって言ってた。夫はあの宗教に出会ったから結構嫌いじゃないのかもしれないね、ボリーさんのこと。まあ不倫してるって言ってたけど、どうでもいいみたいね。別に構わないけど。あの宗教に出会ってって言ってたから、マーラの話だったっけ。あれ、マーラって言ってた？リベラじゃないんだ。ちょっとやっぱその、そういうのにハマっちゃって、ボリーさんもおかしくなっちゃったのかな。そうで、この人、ブランシーさん、彼もね、結構なんか悩める人だったんだよね。何か売りたいものはあるか、うん、どんな品でも妥当な価格を支払うぞ。このさ、ダークエルフにしては変わった名だな。これをね、聞いたらなんか始まるんだ。多分、多分ね。ダークエルフとして生まれたが、うん、アルゴニアの手で育てられた。だからそういう名前なんだ。今でも理由を調べているんだが、どういうわけか孤児になったらしい。その後、ブラックマーシュに住む親切なアルゴニアンの一家に引き取られたんだ。かつて自分の身に何が起こったのか、みんな自分のルーツを知りたがるね。ルーン君もそんな言ってたもんな。こんなこと知りたいんだね。何か自分の過去を知るための手がかりは一つだけ、アルゴニアンの父に拾われた時、テルバンニ家の紋章が縫い付けられた毛布にくるまれていたと。明らかに怪しいね。モローウィンドでも有数の名家の一つだった、うん、もちろん自分があの家の血族とは限らないだろうが。なるほどね。もし探している答えにつながる手がかりを旅の途中で見つけたら、テルバン日記ぜひ教えてほしい。分かった。でもそんなのって気に留めておこう。見つけられるかな。うん、なぜスカイリムで調べていた？テルバンニ家に昔仕えていた使用人の一人が、継承戦争中にモローウィンドを逃げ出したという事実を突き止めた。継承戦争中、記録によればプライド・オブ・テルボスという名前の船の乗船権を買ったようだ、うんうん、そこまでで消息は途切れてしまった。その船が何、スカイリムに来たことが分かってる。その船がどうなったのかを何年も調べているんだが、うん、あ、それも分かんないの？その船の行き先がスカイリムだっていうことまで調べてるから、わざわざここに入れてくる。見つけられるものは何であれ大きな助けになるだろう。分かった。幸運を祈る、うん、なんかさ、そんなに自分のルーツ気になるって思ったけど、確かにその、なんて言うんだろう、テルバンニ家って言った、まあ、そのそういう名家って言われるところの紋章がついた毛布にくるまれてたっていうのと、継承戦争中にそのテルバンニ家の使用人が船に乗って脱出したらしいっていう噂と、まあ、この2つ聞いただけでもなんかあるかちょっと自分の血筋気になっちゃうかもしれないね。というか、もしかしてみたいな気持ちになるのかな。なんかそういう気持ちなのかな。もしかしたら自分は何者かなのかもしれない的な。だいたい何者でもなかったりしたりするんだけどさ。何者かね。そんなになりたいかな。どれどれ？これ、ブランシェイの過去に関する手がかりを探す。あー、行けばわかる？うっそ。それすごくない？あ、行きたい。今行こうよ。このタイミングで。この格好で？新鮮な肉と農産物。ちょっと愛の書やろうと思ったんだけどな、私。先に愛の書やってさ、行こうよ。ディンヤバリューさんにさ、報告しに行っとこう、先に。つい2年前は焼け野原をさまよっていたんだからね。あなたに出会えるとは夢にも思っていなかったわ。ん？お前はここに導かれた。常にここにあるべきなのだ。それが断りというもの。だったら、聖女マーラに心からお礼を言うわ。あなたのために、私たちの子供のために、子供のために、そしてん、私たちの愛のために。何、この二人ってそういう関係なの？普天、
どこいたのあなた。マルカルスで絶望した小人たちを助けた。あの二人絶望してたの。女神はあなたに微笑まれるわ、うん、夜明けの光があなたをまばゆく照らすでしょう。また私人になれた。あなたは若く気まぐれな愛をその目で見て、うん、より成熟した愛へと導く手助けをしましたね。若く気まぐれな愛かな。あなたに探ってもらいたい愛の最終的な側面。最終的な側面。嵐にも耐え、地をも乗り越える強い愛、うん、すごいね、このマーラのシンボルをどうぞ。ないない。あなたをさまよえる二つの魂へと導くの。その愛はあまりに強く、二つの魂は重なり合ってこの世にとどまる。お化けのことそれって。何それも面白そう。マーラのアミレットを身につける。なんだろう。夜明けはきっと訪れるわ。みんなに見えるようその光を運ぶのはあなたなのよ。わかった、頑張るね。ちょっと待ってね、マーラのアミレットを身につけてみる。なんか身につけたら始まる。あ、ずっと昔に亡くなった恋人と話す。誰？あなたの？あ、で違うよね、今の話さ、二人話してたじゃん、マラマルさんとディンヤバリューさん。なんか恋人同士っぽい雰囲気のお話してた気がしたから、まあこの二人は恋人なのかな。うん、あのブラックブライア蜂蜜酒醸造所にいるさ、いつもキンキンしてる女の人がマラマルがって言ってたけどさ、なんかあの人とあんのかな、この人。よく話聞いてなかったけど、なんかあんの？もしかしてあれダークエルフ好き。よし、じゃあちょっとさっきの愛の書の話、ずっと昔に亡くなった恋人と話す。なんか2つの魂がって言ってたから、2人とも亡くなってるのかな。だってずっと昔だからね。え、ここになんかあったっけ。通ってきた気がするけどね、ロリックステッド行くときに。気になるね、気になる。こっち行ってみよう。ブランシエさん、ごめん、今寒いからさ、私ロリックステッド行きたい。あったかいとこ行きたい。ということでロリックステッド行ってみよう。久しぶりにエリック君にも会えるかもしれないね。乗ってかい、どこに行きたい。ロリックステッド、あ、行けないんだ。じゃあいいや、ありがとう。行こっか。ファストトラベル縛りとかしてる人とかよくいるし、私もそれ楽しんでた時期もあるけど、もうなんかそういうのいい。そういう時期は過ぎた。ツイッター久しぶりだな。エリックん、元気してるかな。なんか装備がすごいイカつくなってたらどうしよう。いらっしゃい、欲しいもの。こんばんは、ムラルキさん。エリックくんはまだいる？どっか行っちゃった？旅に。元気にしてる？いないね、エリックくん。どっか行っちゃったのかな。あ、いない。どこ行っちゃうんだろう。どこ行ったの、エリックくん。食事や部屋が必要ならどちらも提供しよう、うん。じゃあ今日はここで寝ます。おやすみなさい。朝の4時半か。ちょっとね、格好がさ、すごい無防備だから不安ではあるんだけど。あ、いるいる。どこ行ってたんだろうね、夜中まで。朝方帰ってきたのかな。久しぶり。 Hello, friend. 久しぶりだね。また寝る？また寝ようとしてる。頑張ってるかな。元気にしてるかな。うん、元気。また遊び来るわ。なんか今からお化けに会うっていう感じだったけど、こんな暗い時行きたくないっちゃ行きたくないね。ずっと昔に亡くなった恋人と話す。こういう道あるかな。まあ死に戻りしたらその時でっていう感じかな。今回はずっと昔に亡くなった2つの魂、これが最終最なんだ、何て言ってた、ディンヤバリューさん。なんか結構尊いこと言ってた記憶があるけど、未練があるのかな。やだー、ちょっと困る困る、めちゃくちゃ困る。なんかさ、この走り方もさ、おっさんみたいであれだけど嫌いじゃないんだよな。可愛いね、走り方とか。このジャンプもさ、女の子っぽいジャンプとかあるけど、また別にここの辺はね、全然気にならないんだよね。あっち側だ。あれ、なんか暗くてわかんないね。あ、あ、あ、絶対なんかあれっぽい。この土砂降りよ。すごい土砂降り。これ晴れてたら本当に綺麗なのにね。まあでも、なんだろう、雨を降らせるぐらい悲しんでるのかもしれないから、話を聞きに行きましょう。え、これ何？あのさ、頭についてるさ、鳥の頭みたいな、なんだろう、ワシ？タカ？トンビ？あのさ、石柱というか、ああいうのさ、他の場所でもよく見るけど、なんか理由があるのかな。お墓とかによくついてる？これが何？逆に、あ、グジュカールの記念碑。グジュカール、なんだろうね、グジュカール。グジュカール。この人グジュカール？女の人だ、でも。こんにちは。なんかあった？グジュカールって彼氏？ルッキー。
大丈夫？話す？何をしてるんだ？フェンリグを探しているの。フェンリグ。マジュカールの男たちと一緒だったんだけど、彼らはここで皆殺しにされているの。あ、そうなんだ。フェンリグさん。全ての死体を確認したけれど、彼を見つけることができない。何があったんだろうね、ここで。グジュカールってなんだろう。探すのを手伝って。明るい赤毛のヒゲと髪。ここで最後に戦いが行われたのは100年前だった。教えてあげないといけないの？あなたのバカバカしさに付き合っている時間はないわ。助けてくれないならさっさと。いや、そんなつもりじゃない。いないなって思っただけ。彼はこのどこかにいるはずよ。いるかな。100年前か。オブリビオンの後だね。何を言っているの？周りの死体の山をご覧なさい。この人には見えてるんだ。目が見えなくたって血の匂いでわかるわ。目には見えなくたって血の匂い。フェンリグを探すのを手伝って。あ、いいよ。あ、こんなとこにいるんだ。わ、私大丈夫？いける本当に。じゃあ、あっちに行ってくるね。一緒に行かないの？私一人じゃちょっと不安があるけど。うわー、やめてあ、やめて、やめて。あー、もう、本当やだ。あ、ちょっと待って、やめて。あー、痛い。あ、痛い。あー。キツネくん、あ、いたいた、あそこ光ってるやつ、あれじゃないかな、多分フェンディルだったっけ。は、もうなんかやめてよ、ちょっと待って、それはおかしい、何してんのあの人。もうちょっとこれどうすんの、そんなとこ行ったらダメだって、どう考えたって。どうしたのフェンディルさん。赤い髪に赤いひげって言ってたか。雰囲気がわかる気がする。話せる？あ、奥さんなんだ。どこにいるんだ。あっちの方に行った。西の山、あのなんかなんとかっていうところ、あなたがそこで亡くなったんじゃないかって言ってたよ。戦うことに。明日ここを今夜の野営地にしようとグジュカールが決めた。気に入らないがね。グジュカールさん、なぜここでの野営が気に入らないんだ。そうだね、何キロも先からここの火が見えるんです。定地の谷、あんまよろしくない場所なんだね。そのグジュカールさんって人が決めたからしょうがないってことか。重要なことに違いない、うん、連れて行ってくれ。夜明け前に野営地に戻って報告すればいいだけだ。え、なんかどうしたんだろうこの人たち。生きてると思ってる二人とも。なんかちょっとピンとこないというか。あ、消えちゃった。あまりにもなんか時空超えててさ、話の内容がどういう気持ちなんだろう。フェンリグをルキのところへ持っていく。持っていく、さっきのところか。持ってきた。フェンリグ生きていたの、ね、あー、よかったね、会えた。もちろん。ここへは何のご用だ。グジュカールの男たちが皆殺しにあったと聞いたの。あなたを探しに来たのよ。でもその戦いは明日まで始まらない。一体何が起こっている。混乱してるわ。何があったの。どこ行くの。関係ない、ここにいる。今は一緒だ。そして永遠に離れない。永遠にって言ってた。どういうことだったんだろう。フェンリグさんはさっきの野営地で亡くなったのかな。あそこに魂があるってことは。で、ルキさんはグジュカールの人たちが皆殺しにあったって聞いてびっくりしたからこっち来たって言ってたね。どういうことだったんだろう。何かなんかないかな、この辺に本とか読めるやつとか。とりあえずお参りしとくか。じゃあジュニパーベリーを、あなたの幸運を祈ってるよっていう意味なので。あ、じゃあ食べちゃった。毎回食べちゃう。落ちた。あ、結構大きいんだねジュニパーベリーって。どのみちフェンリグさんはグジュカールの男の人たちが皆殺しにされることを知らなかったから、その前にねやられちゃったのかもしれないね。やっぱりあの場所で野営地張るの危ないって言ってたから、どのみち無事だったとしても、まあ、この場所で結局亡くなったってことか。じゃあディンヤバリューさんのところに戻ろうか。ただいま。ディンヤバリューさん、ただいま。マーラはずっと前に死んだ恋人たちを、恋人たちっていうかもう夫婦だったけどね、妻って言ってたし、再会させるのを手伝った、うん、あなたの努力はこの地方全体を照らす光となるわ、うんうん、高い次元での愛か。
マーラの祝福を持ってお行きなさい。そうかな。この地方全体が彼女の栄光で輝くように。うん。ああ、愛の書完了した。何かできることがある？聖堂のために他にできることはないか？リフテンは罪と悪徳の海に沈みかけているわ。まあね、それは。マーラのぬくもりは人の心を見通す力がある。うん、人々にそう教えるのが私の使命なの。人の心を見通す力ね。この書状を配って、心の貧しき人々に彼女の言葉をもたらすメッセンジャーを探しているのよ。私がそれなれるの？メッセンジャー届けてこよう。いいよ。わあ、なんて素晴らしいでしょう。全然ディフテンの人のところ回るんでしょ。聖女マーラはさぞお喜びになるわ。全然いいよ、全然いい。はい、これが書状ね。なんて書いてあるんだろう。一人残らず配ってちょうだい。たった一人でも彼女のぬくもりから外すわけにはいかないの。心がクサクサしてる人のところに配るの。あ、20も楽しみ。すごい。どんな相手なら受け取ってくれるかな。リフテンの誰もがあの書状をとても必要としているの、うん、彼らに話しかけてみてごらんなさい。誰が耳を傾け、なんだろう、どんなこと書いてあるの。誰が罪を犯すかわかるわ。誰が耳を傾け、誰が罪を犯すか。砦と死刑隊には近づかないように。ああ、そういうこと。あの人たちはすでに彼女の信仰を捨て自分たちの道を歩む。楽しみだね。わかった。20人だってさ。あったあったあった。バラのぬくもり20個。あ、すごい。喜べ読者よ、マーラの光があなたを照らす。マーラの慈悲は恒久的で、彼女のぬくもりは世界の隅々まで行き渡っている。目を閉じて顔を天に向け、自分たちの運命を決定する万越感に浸れ。聖女マーラはどんな過去を持っていようとも受け入れてくれる。そして生みの母に向けるような思いやりを彼女に捧げ、彼女があなたから離れたり捨てたり見放したりしないことを理解するんだ。リフテンにあるマーラの聖堂にて寄付金受付中。ちょっと最後だけすっげえなんか俗物的で。そっかそっか、私も欲しいな。まあ罪があるかないかって言ったらみんなそれなりに少しはあるだろうけど、私もないこともないし、犯罪みたいなことは多分やってないと思うけどね、人生で。面白かった。あ、ここに本が置いてあるじゃん。これ私読んだかな。神々と崇拝について。読んだことないかもしれない。この最後の部分ってタロスのことを言ってるのかな。なんかそんな感じもするね。まあよく言われているある意味の普通のなんか神話とかに出てくる神様っていうのと、タロスっぽい感じで言われる神様、すごいことを成し遂げたから神って言われてるみたいな、そういう人の区別はちゃんとつけなきゃいけないよねと思います。それは思います。だからね、私はね、はっきり言うけど、タロス崇拝はなし。結論としてタロス崇拝、いや、タロスは崇拝してていいのよ、別に。崇拝というか、まあ別にしてていいじゃん、それはそれでいいと思うのよ。だけどそれと神様を一緒にしちゃいけないんじゃないかなって思うよっていう話。まあこんな感じかな。まあ、ちょっと全然リフテンの人たちの悩み事とか解決できてない気がするけど、今日はとりあえずここまでにします。またね、一回寝てね、明日もやる。溜まってるからね、ぬくもり広めるのと、ブランシーさんの過去の手がかり、炎の炎鉱石と氷の精霊の羽、とにかくどうにか集めていこうかな。ということで今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。タムリエルの神々と崇拝についての概要。ブラザー・ヘッジフェルド著。ブラザー・ヘッジフェルドは帝国大学研究除雪部の準大書人である。神々とは世界の事象への関心を示すことによって評価されるものだ。ありふれた事柄に神が積極的に関わるという基本理念があるが、疫病や飢饉に対する神々のあからさまな無関心ぶりを鑑みることで、その危うさに気づかされよう。伝説的異様への介入から日常生活における実体化まで、タムリエルの神の活動に何らかのパターンが認められたことはない。いろいろな意味において神の関心は修正会での毎日の試練とはまるで関係のないところにあるのではないか。
あるいはそうしたことに関心がないだけなのかもしれないが、例外はもちろんある。歴史的な文献や伝説の多くが絶望の時代に神あるいは神々の直接介入があったことを指摘している。大抵の英雄譚では神のため、神の神殿のために働き、戦った勇者に授けられた神の祝福について語られている。この世で知られている強力な秘宝のいくつかは、もともとこうした褒美として神から与えられたものだ。徳のある僧侶なら、望みが失われた時は神殿で神に呼びかけて祝福や援助を求めることができるという報告もある。こうした神との接触や与えられる祝福が実際にどのようなものであるのか、それについては推測するより他はない。というのも、神殿はこうした神との交流は聖なるものであるとし、秘密にしておくからである。これらの接触が事実であるなら、神が俗世のことを気にかけていると信じている者にとっては心強い限りだろう。が、多くの状況において全く同じ神々が苦痛や死の瀬戸際にある者たちを前にしても手をこまねいて見ていることがあるのだ。まるで手を下す必要などないと言わんばかりに。つまるところ、神の用いる理屈や理論は人間の理解のほとんど及ばないところにあるのではないかという結論が導かれる。すべての神や女神に共通するはっきりとした特徴の一つが、崇拝や奉仕への興味であろう。神聖なる探求としての奉仕は、神々の気を引く数ある行為のうちの一つでしかない。各神殿の規律や義務に従うことは、日々の暮らしにおける奉仕の形であり、神々を満足させると考えられている。神殿で執り行われる儀式もまた、神々の気を引くにはもってこいだろう。どういう儀式にすべきかは対象となる神々にとって異なる。結果がはっきりと目に見えているとは限らないが、犠牲や献納もまた神々の関心をこちらに向けさせるのに欠かせないとされる。毎日の神殿生活における神々の直接介入が報告される一方で、平凡な暮らしにおける神々の存在が実際のところどういったものであるのかについては大いに議論の余地があろう。ウッドエルフのことわざに、こちらの奇跡はあちらの偶然というものがある。毎日の暮らしに積極的に介入するとされる神もいるが、他方では移ろいゆく出来事への無関心ぶりで知られる神もいるわけだ。一説によると、称賛や犠牲や奉仕による崇拝などから神々は実際に力を得ているという。神々の社会における総合的な地位は、その崇拝者の数によって決まるという理論すら成り立つかもしれない。これはあくまでも私的な推論でしかないが、小規模な宗教施設と比較して、大神殿では神の祝福や支援がさしたる苦労もなくあっさりと手に入るという明白な事実がその根拠となっている。別の報告書によると、この世には、人間の行動や奉仕を自らの力に変えられる能力を持つ、まるで神のような霊魂が存在するという。こうした霊魂の真の姿を解明することで、神と神の崇拝者との絆についての一層深い理解が得られることだろう。こうした霊魂が存在することで、彼らは神や女神の領域まで自らを高められさえするのではないかという推測が導き出される。帝国神学校のモツスオは、こうした霊魂は時の流れとともに、信者のほとんどすべてを失った神や女神の慣れの果てであり、神格の本源ともいえる最古の姿に対抗したものではないかという説を唱えた。古代の流儀を実施する者たちはこのように神はおらず、上級と下級の霊魂のみが存在すると口にする。ひょっとするとこれらの説はどれも真実であるのかもしれない。この最後の部分ってタロスのことを言ってるのかな。なんかそんな感じもするね。なるほどな。